吉備津神社と泣き別れ坂です。この泣き別れ坂っていうのがね、こう親と子供がここで泣いて別れを迎えたという、ね、別れを迎えたというかね、母親がもう子供をそこで蹴り落としてでもなんかもう来ちゃダメみたいな、そういう悲しい曰くがね、この過去にあったから泣き別れ坂って言われてる。でこの鳥居でよくなんか心霊写真が撮れるよっていう、いう話なんだよね。すごい、まあそこの街灯があるからさ、動画撮ってもあのライトいらないんで、ね、F 値で、これがね怖いんだよね、ここね。昔もっと怖かったんだけど、さすがにここは車通れないね。通れる。え？ああ。まあここはただの神社だけどさ。俺も久々だよここ来るの。これあっちと繋がってんだ。あ、そう、暗いな、懐中電灯今持ってないから、あ、でもだいぶ綺麗になったね。まあ、特にこう、まあ、ただのこっちは神社だけど、まあなんかお墓がある。うわ、いい感じだな。ライトねえと怖え。まあライトアップされてるからね、こう。こんな感じ、吉備津神社は。まあ古いっちゃ古いね。裸電球だしね、これ。ちょっと泣き別れ坂のあのお地蔵さん取りに行く。ここは別になんか心霊スポットのサイトに吉備津神社と泣き別れ坂ってなんかセットでなんか紹介されてるんだけど、あそこの鳥居でなんで心霊写真が撮れるのかはなんだかよくわからない理由が。まあでもなんか昔はすごい暗くて怖かったっていうけど、今明るいからね、 LED ライトで。どうしたん？どうしたの？さあ、それはちょっと俺もわからない、理由は。
戦争のあれなんだ。まあ言う。戦争のあれでダメになっちゃった。この辺はやっぱり空爆が激しかったのかな。泣き別れ坂というのがこっちで、ここなんだよ。ただその霊現象ってのはどうなんだろうな。これがその地元の人がこう昔その子供を供養するために建てたとなんかよく言われてるんだけど。泣き別れ坂の、通称泣き別れ坂、本来は東坂って言うんだけど、うん、まあ、こういうのがありますよ。この海老名の心霊スポットとして。でもね、ここ生放送はちょっと厳しいよ。厳しいね。ここやってたら近所迷惑になっちゃう。本当にこんなとこで私のーとかって言えできないよ。ここ静かめにやんなきゃ。あ、そうだよ、それおそらく。じゃあ、ここよりもっと先のやばい、なんとか神、霊の神、石、なんだろう、なんか読めないね。石縁、霊神、神くらい、こっちも切られたようなあれだね。そう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 、古すぎてね。でも誰か来てるんだね、ちゃんと。有縁無縁仏一切一斉一切精霊なんとかって書いてある。当場の方には その文字読めない。うん、読めるんだ。ほら、有縁無縁って書いてあるじゃん。わかんない、全然わかんない、その文字。これだよ、これこれ。ああ、そこの下の方。そうそう、有縁無縁って。ほんだ、ここでだから命を落としたでしょ、多くの、うん、でも多くの人が泣き別れしたのかな。そういうかことになるかもしれないね、もしかしたら。だ、ここでもう来てはダメよっつって赤ん坊ってか子供が泣き叫んで、お母さんお母さんって、うん、でここで泣き別れちゃったいう話、うん、昔の伝説的な話ね。バケダン持ってくるの忘れちゃった。いや、あっちの方にもっとヤバいのがあるか、行ってみる。いや、車で移動しよう。うん、いや、手前のところで止めて歩くしかないの。やべ、ここに置きっぱなしちゃったもん。首から下げとけばいい。泣き別れ坂、こう
ちょっと停電して。ちょっと停電。変な反応してんな。いね、いないね。でもさっきと違うんだよね、揺れ方があるし、うん、なんていうのかいつもど忘れするけど、やべえな、今日は動画2本立てだ今日、うん、いやじゃあちょっと行ってみるか、うん、そっちの方があの先がその地獄坂と言われる、ただこんな夕方でもちょっとうっそうとしてんじゃん、こう、うん、結構雰囲気が、うん、一緒に止めるしかねえな、うん、歩いていくしかねえもんこれ、うん、だからそここ溝だからな、ここで U ターンすっか、 U ターンして金網沿いに止めた方がいいね、この、うん、するしかねえからさ、あそこはクレートモーダました。ここで結構ギリギリに幅寄せしたから、ちょっと持ってて。よし。懐中電灯ねえと無理だろ、懐中電灯って。こっちの軽い方も。照明は、テンテンがやるのだ。照明。暗いな。こっちがあれなんだ、これはもう地元の、もうドルさんが地元の人に裏取って、うん、こっちが地獄坂だよって言って、うん、結構だからこのここが浄水場になって、ここはまだ明るいんだけど、あ、そうだ
だんだん暗くなってくるのか、闇に飲まれるように。本当見えないの。そう、夕方でこれだもんね。やばい、うん。いくらでしょう、だんだん。まだ F 値でなんとか光を捉えてるって感じ。そこ、こっちが地獄坂っていう。ただほら、あの鳥居があるんでね、この浄水場の中の敷地だから入れなはしねえんだけど、うん、暗いですね、すごい。もう夕方といえども明かりがないと。それにしてもなんか赤い鳥居じゃないんだ。なんだか赤じゃないね、うん、赤かったのかな、多分焼けちゃったのか、うん、封印されてるここで、ね、いつ開くんだろう、ね、全くもって上こう水道、これ浄水場だべ、うん、の人もまあ一応は手入れしてんのか、ここ草刈って、まあ、年に1回とかね、うん、あれすんの、ね、儀式的に。うわ、超暗いよこれ、うん、え、何も見えない、何も見えない、何時なの今って状態だよね。まあ明るくしちゃってとかね、さすがに暗すぎて映像が映んね。でも明るすぎだよねこれ。でもいい感じに昼間になって、まあここが地獄坂って言われてるんだって。坂っぽくはねえけど、うん、あの若干なだらか、なんかそうなだらかな坂になってて、まあ向こう行くと民家になっちゃうからまあ引き返すけど、うん、まああそこで民家だからもう、あ、はい、そう、ね、そう、この辺りなんだよね、その本当に泣き別れ坂よりもガチでやばいのがこっちなの、うん、地獄坂という。なんで地獄ってつくの、まあそうだよね、なんでだろうね、うん、ちょっとそれはなんでだっていうのはエビナ在住の人に聞いてみないとわからないんだけど、うん、なんか他のとこでも地獄ってつくとこあるよね、うん、なんか意味があるんだろうね。うわ、暗くすると怖いね。街灯一つないから、うん、本当だよね、街灯ないな、うん、しかも下手に車で迷い込むと ぶっける可能性もあるし、うん、通りたくねえな、ここは。すごいね、虫が寄ってくるな。そうだよ、スズメバチ寄ってくる、うん、地獄坂と泣き別れ坂の、うん、セット。
こっちは何だろう、ただの森崖、なんか一応立ち入り禁止なのだったから敷地なんだろう、なんか敷地なのかね、これ。まあ、ここも多分女性の霊とかそういう感じなんだろうね、多分あそこの秋別れ坂からこう逃れてきて、うん、ここでもしかしたら命を途絶えたとか、うん、昔そういう大昔だよ多分、うん、そういう話じゃなかったないのかなって今思ってきた、まあ、繋がってるだろうね、うん、繋がってるからね、秋別れ坂から、うん、こうしてみるとなんか不気味だよね、こう、ね、定点してると。これちょっと電気弱くしてみ、もっと弱くするともうこんな感じになっちゃうの10でもうこんなでしょ、うん、18ぐらいだと18で、うん、こんなぐらいか、ここじゃん、怖いね、夜中にポツンとこの鳥居が、うん、まあ、通りたくはないよね、うん、通るやつがいないでここ夜に、普通だったらだってあっちからこう歩きあっちの方あそこに住んでる人はさ、うん、すぐ家にたどり着けるのにここ通らない、うん、ってことはなんかあるからで、やっぱり、うん、昔から住んでる人は、うん、普段さこんなこういうライトなんて持ってないんだから、うん、なんかあるからここは通らない、うん、それは目撃するから、うん、それなりに、まあ、こういうとこです、このエリアは、このあ、なんか敷地なんだね、そう、フォーカスが合わない、雨降ってきたな、引き上げるか、うん、まあ、こういうエリアがあるんですよね、こう昔はもっと怖かったんだと思う、だってこの電気もないでしょ、うん、こっちも森だったりな、多分もうちょっと暗かったと思うよこの辺り、うん、だんだんやっぱり街灯の電気も LED とかなってきてさ、うん、スポットスポットの場所がそんなに暗くなくて怖くないという、うん、本当の闇、ではないか、今は。まあ家だってあんなのなかったと思うから、最近だろ、あの家とかも。夜は電気ついてんのかな、これ。でも今ついてるから、でも10時になると消えんのかな。でもあれなんで、上水道関係だから消さないかもしれないね。侵入されて。うん、なんかされたの。そう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 。だからそれは消さないのかもしれない、ここは。まあそんなわけで、こんな、泣き別れ坂と、吉備津神社、そして地獄坂。でした。撮影終わります。します。